今宵花束贈呈を執り行いたいと思います。まずは磯崎啓太選手への花束の贈呈となります。プレゼンターを迎えたいと思います。磯崎選手のご家族です。大きな拍手をお迎えください。挨拶をいただきたいと思います。皆さんこんにちは。まずは1年間熱い声援を送り続けていただきありがとうございました。結果が出ないとき、うまくいかないとき、力をくれたのは皆さんの後押しでした。本当に感謝しています。そして先日発表させていただきましたが、今シーズンをもって引退することになりました。チームの力になれず申し訳ない気持ちと、いろんなことに対して乗り越える力が弱くなってしまったことで決断しなければいけないなと感じました。サガン鳥栖に来て8年、クラブとともに成長させていただきました。皆さんのおかげで J1 昇格を経験することができました。ここ数年チームはいろんな面で進化してきました。ただサガン鳥栖らしさを
忘れないでほしいと残る選手に伝えました。それを体現できるメンバーがここにいます。僕はピッチを去りますが、来年以降さらに期待してください。そして末永くサガン鳥栖を応援してください。長い間本当にお世話になりました。ありがとうございました。ナンバークリー、ディフィクター。